はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、ちょっと久しぶりになっちゃったんですけど、コーディネートの提案系の動画を出していきたいなと思っているんですが、本日は何度かルックブックとかでもやってますが、ピンタレストで見つけた海外ガールのコーディネートを再現していこうと思います。2023年、24年の AW バージョンとしていくつか今回も再現を頑張ってやっていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで再現してみました。このコーディネートはもう結構海外らしいこなれてる感じっていうかのファッションになってるかなと思います。結構やっぱピンタレストとかを見ていると、こういっためちゃくちゃ短めのこのパンツっていうのを履いてる方が結構多くて、私の推測ではあるんですけど、なんかベラがこういう格好をしてたんですよ。私がアグのウルトラミニを欲しいなって思ったコーディネート、ベラのコーディネートがあって、私はそれを見て、このブーツ超可愛いと思って速攻でゲットしたんですけど、その時のコーディネートがこういった感じで、なんか白のブルマみたいなパンツ、本当にめちゃくちゃ短いパンツにこういったちょっとオーバーなレザーのジャケットを羽織っていたコーディネートがあって、それからインスパイアをされているのかなっていう風に私は勝手に思ってるんですけど、こういう本当にミニのパンツが結構流行ってて、とても海外らしいコーディネートかなって思います。色味もすごくシンプルなので、コーディネートのまとまりもあるし、やっぱこのミニにこうちょっとオーバーなジャケットっていうバランスがとっても可愛いなと思います。では次のコーディネートに行きます。はい、ということでこんな感じで再現しました。何せやっぱレザージャケットがめちゃくちゃ使えるなと思って、私がそのコーディネートが好きでよく見てるからか分かんないんですけど、やっぱすごくレザージャケットを使ってコーディネートしてる方が多くて、やっぱり秋冬はマストなアイテムかなと思います。今回のコーディネートはよりこう防寒もできるし、ちょっと大人っぽい感じのスタイルかなと思うんですが、やっぱこのサテンのロングスカートすごくポイントになっていて、さっきのコーディネートとかだと白のショートパンと合わせると思うんですけど、またちょっと違った感じで、より上品な女性らしいような感じのコーディネートになったかなと思います。ベルトはちょっと私はこのハートのベルトをつけてみました。ちょっとここで可愛らしさをプラスしております。というわけで続いてのコーディネートに行きましょう。ということでこんな感じで再現してみました。このコーディネートはすごくカジュアルでラフなスタイルのコーディネートなんですけど、やっぱ秋冬は定番にこういったフーディーを着る方も多いんじゃないかなと思うんですが、やっぱりフーディーとかってちょっとこうマンネリ化しちゃって、あんまりコーディネートのバリエーションを作れないという方もいらっしゃるかなと思います。そういった時とかになんかこういったスポーティーなハーフパンツにこのブーツを合わせるっていうザ海外な発想というか、なんかもうこういうスタイルもいつもとはちょっと違う感じでスタイリングできるんじゃないかなと思うので、いいなって思いました。とてもラフではあるんですけど、こなれ感が詰まっているので、とてもこうおしゃれさんなコーディネートだなと思って、私はすごく好きな感じのコーディネートです。ということで次に行きましょう。ということでこんな感じで再現してみました。こちらのコーディネートは、ちょっといろいろと違う箇所というかはあったりはするんですけど、でも全体的なアイテム自体は似たような感じで組めたかなと思います。このコーデめちゃくちゃ可愛いですね。なんか意外と使ってるものは全部シンプルなんですけど、合わせ方が私的にはちょっと新鮮な感じでとても可愛いなって思いました。あんまり最近履くことが少なくなったこのスキニーも、やっぱ久々に履くとすごい可愛いなって思います。あとこのバンダナもね、結構大ぶりなものを今回巻いてるんですけど、こういったちょっとしたアクセサリーとかでシンプルになりすぎない感じのコーディネートなので、そういったなんか小物合わせみたいなのもすごく可愛いなって思いました。色全体もちょっとくすんだ感じで落ち着いたトーンだし、
とてもクールな、しかもめちゃくちゃ温かいコーディネートでした。ということで次のコーディネートに行きましょう。はい、ということでこんな感じで再現してみました。じゃじゃん。今回はこんな感じで結構シンプルなコーディネートなんですけれども、ここに来てようやくコートを羽織りましたね。やっぱ秋冬といったらコートもね定番なアイテムかなと思うので、なんか一つぐらいはコート使いたいなと思ってたんですけど、まあ、このコーディネートが再現もできそうで可愛かったので、ちょっと今回はこちらを選びました。私的に可愛いなって思ったのが、この中にロングのホワイトのソックスを合わせてあげてちょっとチラ見せさせるっていう、この感じがすごく可愛いなと思って、またなんかこのブーツ一つで履くのとこの靴下をレイヤードして履くのとまた違った感じで見えると思うので、そこがすごい気に入ったポイントです。全体的に色味はすごくシンプルなので、とってもまあ真似しやすいコーディネートかなと思います。はい、ということで続いてのコーディネートに行きましょう。はい、ということでこんな感じで再現してみました。じゃじゃん。というわけで今回のコーディネートはですね、やっぱこのなんて言うんでしょう、フリルのついたトップスなんですけど、一応これがポイントかなと思うんですが、こういうフリルの、まあ、こういったトップスだったりとか、あとはスカートだったりとか結構流行っていまして、海外で私もすごく注目しているアイテムなんですけど、そこのなんか垂れる感じが海藻みたいで可愛くて、ピンタレストとか見ていても結構こういったコーディネートが多い気がします。こうやって使ってる方のコーディネートとか見てると、レザーと合わせてる方がめちゃくちゃ多くて、まあ、なんかほんとこういう感じでコーディネートしているのが可愛いなと思って再現してみました。ちょっと個性的なコーディネートではあると思うので、あんまりやっぱりこう人とは被りにくいスタイリングで可愛いなと思います。はい、というわけで次のコーディネートに行きましょう。ということでこんな感じで再現してみました。じゃーん。今回めちゃくちゃ使っているね、このレザーのジャケットにこの黒のミニスカ、これ一応なんかパンツになってるんですけど、ミニスカに白のトップスにブーツ、こういう結構あの足にフィットしてくれるようなちょっと細身のブーツっていうのが結構トレンドのアイテムなのかなと思っていて、すごく海外ガールでも使ってる方が多いので、こういったブーツ一つ持っておくととても使い回しやすいんじゃないかなって思います。で、まあ、あとこのネクタイですね、まあ、このネクタイはなくても、まあ、別にいいっちゃいいと思うんですけど、ないとないですごくシンプルなんですよ、まあ、今トップスの無地だしちょっと物足りなさがあるので、そういう時とかに私も結構よくやったりするんですけど、こういうネクタイとかがあるとパッと本当に簡単におしゃれに見えるので、こういうネクタイとか、まあ、ストールとかめちゃくちゃ使えるアイテムかなと思います。やっぱ今年はこういうマイクロミニっていうか本当にミニ丈のボトムがとても多くて、着るの勇気いるはいるかもしれないんですけど、でもトレンドコーディネートとかトレンドを抑えたいっていう方は絶対マストで持っておくべきボトムかなと思います。ということで次に行きます。ということでこんな感じで再現してみました。じゃじゃーん。このコーディネートはさっきのコーディネートのトップスを変えたバージョンみたいな感じかな、ほぼなんですけど、今回は中にシアートップを重ねております。これフェイクのちょっと G ジャンっぽい感じのシアシャツなんですけど、めっちゃ可愛くてお気に入りです。ちょっとこういう癖ありの柄のシアトップみたいなのも結構流行っていたりするので、個人的には注目アイテムかなっていう風に思います。とってもねシンプルなコーディネートなんですけど、またこのトップスを変えるだけでも結構印象の違うコーディネートになるかなと思うので、この組み合わせでいろいろ、例えばカラー系のトップス持ってきてあげたりとか、なんかちょっとタイトめなワイシャツとかでも可愛いと思うし、あとはもっと真冬になってきたらより防寒をするためにハイネックのニットとか重ねてあげても可愛いんじゃないかなって思います。はい、ということで次のコーディネートに行きましょう。
コーディネートも結構シンプルな合わせではあるんですけど、アイテム一つ一つ自体が結構可愛くて、このミニ丈のなんかセーラー服のスカートを彷彿とさせるようなこのスカート、これも最近結構よく見かけてるんですよ。まあ、無地もそうだし、あとはチェック柄のスカートとかもすごい見かけていて、それをデニムの上から履いてあげたりとか、それもすごく可愛いんですけど、結構気になってるアイテムで、私もこのスカートゲットしてから結構履いてます。なんかやっぱ普段履かないようなアイテムを買うと、新しいコーディネートのシルエットだったりとか、新しいコーディネートのバリエーションができるので、勇気はいるんですけど、意外と買ってみたりとかすると、あ、なんか買ってよかったなって思えるようなアイテムかなっていう気がします。あとはこのバッグにもね、リボンをちょっと巻いたりとかして、ガーリースポーティーなコーディネートに仕上がったかなと思います。結構私このコーデお気に入りかも。はい、ということで、では次のコーディネートに行きましょう。はい、ということでこんな感じで再現してみました。こちらのコーディネートはもう超クールな感じの、まあ、オールブラックコーデかなになっております。超かっこよくないですか、このコーデ。スタイリッシュで、色合いもクールで、超いいなと思って、再現したいなと思ってやってみました。今季こういう結構ぴったりめのアウター、レザーのジャケットだったりとか、トップスとしてもいけそうなぐらいのサイズ感のアウターっていうのが私もすごく気になっていて、でこのアウターはね、そう、この前動画にもあげたんですけど、フリマの時にゲットしたアウターなんですが、やっぱこれ可愛いですね。こういうぴったりめのアウターを着るときは、やっぱり中もぴったりしてないとすごいこう着ぶくれというか、ゴワゴワして着づらいので、こういうアウターを着るときは肌に密着するようなタイトなトップスとかがいいかなと思います。ということで、では続いてのコーディネートに行きましょう。ということで、このような感じで再現してみました。じゃん、こちらのコーディネートもオールブラックのコーディネートではあるんですけれども、さっきのオールブラックとまた印象がガラッと変わって、こっちの方がよりちょっと女性らしいようなオールブラックのコーディネートかなと思います。このね、とっても上品な印象のあるカーディガンを上1枚さらっと着て、その下はデニムなんですけど、シルエットの綺麗なストレートのパンツを持ってきてあげて、すごいこうなんかスマートな女性というか、かっこいい感じのコーディネートかなっていう気がします。でアクセサリーもこのね、ヘアバンド、カチューシャをしてあげて、ここでもちょっとやっぱ女性らしさが出ますよね。普段私はカチューシャよりもどっちかっていうとヘアバンドの方がつけることが多くて、ヘアバンドの方がよりスポーティーな感じなので、ちょっとこうカジュアルに着こなせるというか、まあ、っていう印象があるんですけど、こういったカチューシャもつけてみると結構こう一気に女性らしい感じの印象が出るので、とっても可愛いなって思いました。でもこのオールブラックでまとめてる感じとか、なんかこうさらっと着てる感じがすごい可愛いなと思って、さすがベラだなっていう風に思います。はい、ということで続いてのコーディネートに行きましょう。はい、ということでこんな感じで再現してみました。じゃん、こちらのコーディネートは、まあ、このパンツがね、ちょっと新鮮な感じかなと思うんですけど、こういうね、フリルのペチコート的なパンツをもうボトムとして履いちゃうみたいなコーディネートを最近よく見かけていまして、私はあんまり普段こういう格好はしないので、ちょっと新鮮な感じだと思うんですけど、すごい可愛いなって私は思っていて、やっぱちょっと前からなんかこういうね、ジャケットもそうですけど、リボンだったりとか、ちょっと女の子っぽいガーリーなアイテムを崩して着るっていうのがとてもトレンドなスタイルだったんですけど、そういった感じでこういうパンツも一つのガーリーなアイテムとしてすごく可愛いなって思いました。ちなみに私はこれはなかなかやっぱ売ってるところ分かんなかったので、メルカリでもうゲットしましたね。メルカリで調べて2000円ぐらいかなってゲットしたパンツです。やっぱこのジャケットにミニのボトムっていうバランスがさっきからね多いと思うんですけど、やっぱとっても高級らしいなって思うシルエットなので、でこの黒のブーツね、ちょっと今回は多めに再現してみました。はい、ということで、では続いてのコーディネートに行きましょう。 I can't breathe. My lungs are full of smoke.
don't recognize this town no more。 はい、ということで最後のコーディネートこんな感じです。じゃん。ということで最後のコーディネートなんですけれども、これもさっきのこのショートパンツを使ったコーディネートになります。やっぱちょっと攻めな感じのコーディネートではあるかなと思うんですけれども、本当新しいファッションという感じで、私はすごい可愛いなと思いました。このデニムのジージャーもね、上に着てあげて、で下にこのフィールのショートパンツを履くっていう、とってもシンプルなコーディネートなんですけど、この合わせ方が私的には気に入りました。本当はね、もうちょっと丈の長いジージャンとかだったらよかったかなと思うんですけど、持ってるジージャンで一番長いのがこれだったので、今回はこれを合わせておりますが、とても新鮮な可愛いコーディネートになりました。はい、ということで今回の再現コーデはこんな感じで以上になります。結構たくさん紹介できたかなと思うので、ぜひこの秋冬の参考になったら嬉しいなと思います。まぁ、ちょっとね、明らかに寒いだろうっていう格好も多かったかなと思うんですけれども、でも何かの参考になったら嬉しいです。でも今回もそのピンタレストのね、コーディネートを再現するって言ってやっていたと思うんですが、結構ピンタレストでの検索ワードを知りたいって言ってくださる方が多くて、私ももうピンタレスト使いすぎて、なんか自分のこうアルゴリズムを完全にこう理解してくれているので、ピンタレスト側が、だから結構そのおすすめの欄から飛ぶことが多くて、あんまり検索とかでコーディネート見たりすることはそんなにないんですけど、まあでも例えば冬のコーデを探したいときは普通にウィンターアウトフィッツみたいな感じで調べたりとか、まあ、2023、2024ウィンターアウトフィッツとか、あとはまあアウトフィットエステティックっていう感じで調べたりとか、まあ、その他だと例えばこのデニムのジャケットの使ったコーディネートを調べたいなっていう時は、まあ、デニムジャケットアウトフィッツみたいな感じで調べたりとかっていう感じなので、特にこのワードがめっちゃいいみたいなのがあんまり私も分かっていなくて、でも見ていって自分の好きな感じとか保存していったりすると、本当にそれに合わせたというか、その雰囲気でのおすすめをバーンってずっと提示してくれる感じなので、なんかちょっと一回使ってみるのがいいんじゃないかなって思います。最近は本当にもう情報集め何って言われたら絶対的にピンタレストっていう答えるぐらい、とっても可愛いコーディネートばっかりなので、今回も再現コーデたくさんやっていきました。まあ、また今後もちょっとちょこちょこやっていけたらいいなと思います。ぜひみんなのなんかお気に入りのコーディネートとかももしあったら教えてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。